私が催眠術師のノーリーだ。超魔術をご披露しよう。ともえちゃんを3人にしてみましょう。はーはーあーあ、私が3人になってる。すごーい。ここが催眠術師のアジトか。有名な催眠術師さんがいるんだって。お邪魔します。私が催眠術師のノーリーだ。わあ、なんだか元気ある。ドキドキしちゃう。お静かに。ごめんなさい。では私の催眠術をお見せしよう。あなたはだんだんライオンになる、ライオンになる、ライオンになる、ライオンになる。ああ！あ、父ちゃんがライオンになっちゃった。すごーい。でもこの催眠術、インチキの催眠術師でもやったんだよね。まだ信用できないわ。では私の超魔術をお披露しよう。ここにプリンがあります。このプリンが浮かびます。あーは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 ー。あ、いかがかな。わー、すごい。それでは今からともえちゃんを浮かべましょう。はーはーあーあー。わー、浮かんでる。すごいわー。驚きました。ともえちゃんを3人にしてみましょう。はーなんだかお父さんのいびきみたい。お静かに。わ、私が3人になってる。すごーい。わ、元に戻った。すごーい。でもこの前に5万円とか言われたらどうしよう。怖いな。そんなお金ないわ。今回は超魔術楽しめましたか。それでは観覧料として、まさか100万円よっちゃんイカをいただきましょう。え、よっちゃんイカ。でもそんな思ってないよ。何？私の超魔術を見ときながらよっちゃんイカが払えないだって。私持ってるよ、よっちゃんイカ。え、なんで持ってるの。何かあった時のために。確かに役に立ったね。じゃあどうぞ。ありがとう、よっちゃんイカ。
確かにいただきましたよ。また遊びに来てね。じゃあね、バイバイ。これ美味しいんですか？これ美味しいんですか？ん？あげないよ。私のよっちゃんイカがなくなっていく。やめてくれ。いいじゃん、いいじゃん。